ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。相鉄線の新型を見に来ました。ここは、新宿駅南口のサザンテラスです。黄色のラインの電車は、総武線です。新宿駅の隣にある代々木駅が、ここから見えます。画面真ん中に、止まっている電車は、E353 です。オレンジ色の中央線が来ました。画面右側には、緑色の山手線が走っています。画面奥に、相鉄線の新型車両が来ました。埼京線と新宿湘南ラインと直通だから、奥の線路を走ってるんですね。横浜ネイビーブルーは、思っていたよりも、濃紺色ですね。先頭車が見えてきました。ライトがかっこいい。次回は、反対側から撮ろう。中央線が走ってきました。相鉄線が見えなくなりましたね。今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。